なんだこのスカタンは。てめえざけんじゃねえぜ田舎もんが。わかんねえ、なんかやりにくかったぜ。どこの田舎もんだおめえ。無理だね、お前の波紋ではこの女の子にさえ勝てやせん。ならばてめえはこの鳩にさえ勝てやしねえぜ。クラッカーボーラー、何にやりついてるんだてめえ。もう一度言うぜ、てめえは鳩にさえ勝てねえのさ。波紋の修行に付き合うぜ。強く成長するんだ、俺もお前もな。 Oh no! 俺の嫌いな言葉は1番が努力で2番目が頑張るなんだぜ。この野郎。ナイスよナイス、ベリーナイスシーザーちゃん。どうしていじめてくれようか。キキキ、たかが二十歳前の小僧からいたわられるほどやわな人生は送っていない。おめえ一体年いくつなんだ。私はあなたの命を助けるために波紋法を教えるのではない、奴らを倒す戦士を作るために教える。許せねえ、美人なだけになおさら怒りがこみ上げるぜ。リバウンドオーバードライブ、リタイアパーフェクト。ワンプリーウィン、女だろうが容赦はしねえ。元気そうじゃないか、大した成長ぶりだなジョースター。メキシコでコッパみじんに爆裂死したはずのストロハイムが俺の目の前にいる。喜んでいいのか。人間的には憎めねえやつなんだが、傲慢な態度がありありの野郎だからな。でもちょっぴり嬉しいかな。もう突き止め追ってきたのか、エイジャの石跡をリサリサが持っているということを。ほう、鋭いいい目をするようになったな。だがそのような眼差しを持つ者が俺に会ったとき、そいつは早死にする。フラッカーブーム。それがベスト。さりやがれ、何万人もの人間を殺して得たそのパワーのほとばしりとともに。どけ、今お前を相手している暇はない。どかしてみろ、宣戦布告だぜ。ぶっ壊すほどシュート。俺の上を行ったつもりでもそのさらに上を俺が言ってたのよ。人をバカにしたてめえの態度、文字通り打ち砕いてやるぜ。
必死になってかかってこい。もともとこういう傲慢な野郎がどうしても許せねえたちなんだ。ここよ、ここ、ここにちゃんと俺がいるのを見落とさないでほしいのよ。やめろ、人間の寿命はどうせ短い、死に急ぐ必要もなかろう。なぜかあんたに対して敬意を払いたくなったのさ。たった一つだけ策はある。ジョジョ、貴様だけはどうしても今殺さなくてはならない。宣戦布告だぜ。前ほどカーズ、心底心から憎いと思った奴はいねえ。このカス、激高するんじゃない。それでいい、騙しの手品だ。クラッカーボレイ、アボンオーバードライブのビート、打ち砕いてやるぜ。騙すのは得意だが、騙されるのは苦手なようだな。ジョナサンの孫か。波紋ってのは太陽の光と同じで、お前苦手なんだってな。俺がする呼吸のリズムは奇妙なエネルギーを生むそうだぜ。俺はこの眼差しとこの顔の傷を知っている。ジョースターさんなのか。若い男はスピードワゴン。あんた以前どっかで会ったことないかな。この若者はまさか若い頃のわしなのか。宣戦布告だぜ。わかんねえ、なんかやりにくかったぜ。お、超ミニの足が群抜の女発見だぜ。どうしてかしら、あなたのこと知っているような気がするわ。ブラッカーボレイ、あんたの負けだぜ、お若いレディなんてな。このジョセフ・ジョースターが相手になってやるぜ。ちょっと待て、お前今なんつった。ノックして、もしもし、頭が邪魔でやりにくいが、やった、ノックして、もしもーし。てめえ、そんなラジコンで俺を倒せると思ってるのかよ。エアロスミスはラジコンじゃねえ。フラッカーブーベル
行機落とすのは結構得意なのよ。泥だらけにしやがって、おめえの仕業かよこのスカタン。俺は自分のことを調べているだけだ。宣戦布告だぜ。きっちりとぶちのめしてやる。